はい、こんにちは、MB です。今日は2021年春夏トレンドの話をしていきましょう。2021年春夏、何が流行るの、何を買えばいいの、何がトレンドなのと疑問に思う方も多いと思うんですけれども、これからね、春夏ものの時期になって買う、これから買い足す時期になると思うんですけれども、まあそんな皆さんに分かりやすくですね、今年買うべきものを今年選んでおくとちょっと他の人と差がつくよっていうアイテムやトレンドなどなどをお教えしようと思います。この辺のトレンドの話になるとどうしてもブランドの話多くなっちゃうんですけど、今回はユニクロをやや多めにしてですね、誰でも買いやすく手を出しやすい話になればいいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それじゃあ2021年春夏選ぶべきものいってみましょう。まずはじめはトレンドカラーからいきましょう。今年のトレンドカラーはじゃじゃん、ネオンカラーでございます。トレンドカラーって、パントンがですね、よく発表しますね。よくっていうか毎年毎回発表しますけれども、パントンが発表した、今回のトレンドカラーはですね、イルミネイティングイエローとアルティメットグレーかな、イルミネイティングイエローとアルティメットグレーというのがパントンが発表した2021年春夏のトレンドカラーとなっているんですけれども、トレンドカラーって一体誰が決めてんのとかって思うかもしれません。なんかパントンが発表したとかっていうと、なんかパントンが複雑なそのニューワールドオーダーと結託してその新世界秩序を作ってみたいな、なんかこう急にあの陰謀論っぽく感じる人もいると思うんですけれども、パントンは真っ当な会社です。パントンは何してるかっていうと、まあ、建築だったりとかですね、衣服だったりとか、まあ、繊維だったりとか、さまざまなものからトレンドの予測をしてですね、今年はこういう色がおそらく市場に多く流れ込むであろうというものを考えて発表するのが、彼らの仕事、パントンの今年の色、流行色ですね。なので別に適当に言ってるわけでもないし、こういう色を流行らそうと思って言ってるわけでもないんです。で、トレンドカラーってじゃあなんでこれから流行る色が分かるのかって言われると、まあ後でもちょっと説明するんですけど、トレンドっていうのは必ず波があるんですね。皆さんもよく言うと思うけど、まあ流行って10年周期ぐらいでこうリバイバルしてるみたいな話あるじゃないですか。まあ、90年代のそのビッグサイズだったりとか、スケーターファッションのトレンドが例えば2010年代にちょっと流行ったりだとか、まあ今だとね、70年代のヒッピーだったりとかサイケデリックスタイルがまたこう2020年代にまた来たりだとか、まあそういうこう繰り返しみたいなのがあるんですけれども、繰り返しみたいなのがあるってことが分かる通りですね、トレンドとか流行っていうのはある程度繰り返すんですね。なので、10年とか20年とかのスパンでファッションショーだったりとか、デザイナーのその発表しているものだったりとかを見てるとですね、なんとなく次こういうのが来るだろうなとか、次はこうだろうなみたいなのが分かってくるんですね。例えばまあクルーネックが流行ると次 V ネックが流行るとか、スタンドカラーが流行ると次はレギュラーカラーが流行るとか、まあ、大体こう対比で生まれるんですね、トレンドって。暗い色のものが流行ったら次はどんどん明るい色が流行っていくみたいなね、なんかこうその波みたいなのがあるんですよ。太いシルエットのものが流行ったら次細いシルエットが流行るみたいな、まあ、結構人のその価値観、まあかっこいいっていう価値観って時代によってコロコロ変わってくるので、人の価値観って結構反動で変わってくるんですね。だって、派手な色が流行って、派手な色はかっこいいって誰かが思って、で派手な色をみんな着出したと。で、ああいう色かっこいいなと思ってみんなが派手な色着出したら、みんなが着てたらそれって価値失っちゃうでしょ。だってみんな同じ格好だったら区別されないわけじゃないですか。おしゃれってのは区別だから、派手な色がバーッと流行ったら今度は派手な色じゃなくてちょっと地味な色の方がむしろかっこいいんじゃないっていう逆説的なトレンドが、まあ、反動ですかね、反動で、まあ、トレンドが生成されて、まあ、派手な色がバーッとみんな流行ったら次地味な色で、今度また派手な色みたいな感じで、こう波が生まれるのがトレンドの考え方なんですよ。だからカラートレンドもですね、ある意味その波みたいなものをつぶさに見ていて、まあ、しっかり、まあパントンは会社としてやってるわけなんですけれども、まあ、会社としてしっかりこうデータ分析していくと、なんとなくこの色のトレンドっていうのは分かるし、まああと色っていうのはもっと簡単で、2021年春夏のトレンドカラーはって発表してるわけじゃないですか。パントンが発表するのが大体12月ぐらいなんですけれども、もうその頃には生地の仕入れとか当然終わってるわけじゃん。はっきり言って、だって2021年春夏に出す洋服って皆さんいつ作られるかって言われると、大体1年前ぐらいに、もう仕込みが始まってるんですね。2021年春夏の洋服、発売する洋服っていうのは2020年の春夏に大体ショーとして発表されるんですよ。来年こういうのやりますよって。だから今まさに最近ルイ・ヴィトンのショーとかプラダのショーとかこの間発表されましたけども、それいつのショーかっていうと次の秋冬なんですよ。2021年、2022年の秋冬。つまり来年の服を今、ショーで発表してるんです。だから洋服の発表っていうのは1年前に決まってるんですよ。
ってことはですよ、ってことは1年前に決まってるってことは1年前にもう素材の仕込みも終わってるんですよ。生地屋さんに聞けばトレンドカラーって実は分かるんですよ。だっていろんなブランドが生地屋さんに発注してるわけでしょ、1年前にだよ。だから2021年春夏これは流行りますじゃーんとかって大々的にそのパントンが言うかもしんないけど、ぶっちゃけ生地屋さんに一本電話すりゃ分かるわけじゃん。まあそれは守秘義務があるからあんまり言わないとは思うけど、まあでも分かるわけじゃないですか。だって生地屋さんが仕込みしてるわけだから、もう出る服決まっちゃってんだからね。だからどういう色の服が市場に来年は出回るっていうのが、まあ、1年前からもう分かっちゃってるわけですよ、ね、だからトレンドカラーって適当に決めてるわけでもないし、ましてやニューワールドオーダー的な陰謀論で一部の特権階級がですね勝手にこう色を決めて、電白がですね色を決めてこういう色が流行ると、我々は売り上げが上がるしめしめみたいなことを考えてるようなSF 的な世界観というのはこの世にそんなに多く存在、まあ一部存在すると思うけど存在しないと思います。なので、まあ、そんなにこう心配しなくていいんですけど、とりあえず2021年我々消費者レベルで買うべきなのはネオンカラーです。パントンが発表したカラーリング、2つあるんですけれども、まあ、イルミネーティングイエローと、アルティメットグレーなんですけれども、まあ、ちょっと見てもらう、パントンの発表とか見てもらうとわかるんですけれども、象徴的な、対照的な2色になってるんですね。で、イルミネーティングイエローっていうのは、いわゆるネオンカラーです。派手な色ですね。刺激のある派手な色っていうのが、まあ、流行りますよという感じ。まあ、多いですよという感じ。アルティメットグレーはですね、まあ、いわゆるモノトーンに近いような色です。これは何を意味してるかっていうと、まあ、ルイ・ヴィトンの2021年の SS のコレクションとかが、まあ、割と象徴的ではあったんですけれども、モノトーンの中にネオンカラーを混ぜるっていう着こなしが結構今後はトレンドになるだろうっていう予測が立ってます。まあモノトーンっていうの予測っていうかもう発表されてもうすでに生産されてるからもう予測もクソもないんだけど、モノトーンっていうのはみんな持ってるじゃないですか。メンズってねここ数年モノトーン結構多かったじゃないですか。黒系白系のねすっきりした色合わせのことですけれども、モノトーンばっかりだとまあどうしてもつまんなくなってちゃうというところで、まあ、派手色を一色混ぜましょうっていうのが今年の提案って思ってもらえれば間違いないと思います。まあ、例えばユニクロで言うんだったら、まあ、こういう感じだよね。これも黒の、これ上下ともユニクロですけど、黒の、スラックスに、まあ、スラックスってもこれジャージ素材なんだけど、スラックスに、まあ、黒の革靴履いて、上のスウェットはパープルとかね、まあ、イエローじゃないけど、イルミネイテッドイエローじゃないけど、トレンドカラーじゃないけど、イエローを絶対着なきゃいけないとかって話じゃないんですよ。ネオンカラーをモノトーンに混ぜましょうっていう提案だと思ってください。今年のトレンドカラー。もちろん、イエローの方が、まあ、パントンが発表しているカラーリングに近いですし、モノトーンの中でもグレーを選んだ方が少し垢抜けた印象になるっていうのは間違いないとは思うけど、まあそういうこと考えてるとめんどくさいんで、まあモノトーン、いつものモノトーンの服にちょっと刺激のある色を入れると今年っぽくなりますよっていう提案だと思ってください。それがトレンドカラーと思って間違いないです。合ってますんで、僕が保証します。ので、まあ、こんな感じですね。モノトーン、いつものモノトーンの着こなしの中にこういう刺激のある、まあ、原色に近いようなビタミンカラーのようなアクセントカラーを入れてくださいと。強い色ですね。パープルとか赤とかイエローとか、まあ、どんな色でも別にいいんですけど、まあ、イエローが一番目につきやすいので、まあ、イエローがいいかなとは思うんだけど、まあ、例えばユニクロ、今回ユニクロ U だと、こういうパープルのちょっと刺激の強いスウェットだったりとか、T シャツ類とかは結構派手めなイエローとかちゃんとやってるんですよ、ユニクロ。で、GU なんかも、去年の暮れぐらいからもう T シャツで結構派手色とかガンガン出してきてるので、こんな感じですね。これ僕、モノクロっていう自分の連載雑誌、コンビニとかで置いてある雑誌ですけど、で、使ったこの自分が僕が作ったスタイリングなんですけれども、まさにこうパントンの、カラーリングになってますよね。グレーのその落ち着いた色味の中に、グレーとかダークトーンの色味の中に、こういうイエロー系の、まあイエローっていうかグリーンっていうかの色、ネオンカラーをですね、ちょっと差してあげる。まあこれだけでも全然違います。あとはまあ上下セットアップの着こなし。まあセットアップの着こなしって最近すごく流行りですけど、セットアップの着こなしの中でもこういう中にですね、ネオンイエローみたいなちょっと派手めなイエロー系の色とかを入れてあげると、いつもの着こなしがガラッと変わります。まあどうしてもメンズってモノトーンの色合わせすっごい多いと思うので、まあいつも通りにそういう色合わせしても全然大丈夫なんだけど、まあメンズがね、いきなりね、上半身黄色、インナーがピンク、パンツが青みたいな感じでやってたらちょっと気持ち悪いと思うので、
あのモノトーンで全然大丈夫なんだけど、インナーはちょっとこう派手色にしましょうねとか、小物で派手色使いましょうねとかっていうのが、まあ、今年のトレンドのカラー配置だと思ってください。なので、まあ、いつも通りでいいんだけど一色刺激のある色を入れる、これちょっと覚えておいてください。でユニクロとか GU とか探すと派手色必ずあるんで、こういう T シャツにこういう中とかにさネオンカラーとか入れるだけでも全然違うんですよ。それだけで全然いいんで、まあ、このさっきのモノクロで出したけどこういうカラー配置だよね、もう本当に T シャツの中にちょろっと入れるだけでもそれだけでも全然違うので、ぜひやってみてください。今年 あのトレンドカラーはイルミネイティングイエローと、アルティメットグレーなんですけれども、あのそれはまあ翻訳すると派手な色を一色使いましょう、モノトーンの中に派手な色を一色使いましょうっていう風に覚えてみてください。2つ目は、ミリタリーアイテムですね。ミリタリーアイテム、例えば古着とかでも全然いいんですけど、ユニクロ U とかでもこういうアイテム出してますね。ジョガーパンツですけれども、これパンツ、かなりミリタリーな印象ですけれども、アイテム名はワイドフィットジョガーパンツ3990円、こちらですね。これフランス軍のカーゴパンツをモチーフにして作られたユニクロ U オリジナルの、まあ、軍パンライクなジョガーパンツなんですけど、結構太くて、まあ、軍用の素材っぽい、ちょっとこう固めの少しツヤ感のあるような風合いでですね、作ってるジョガーなんですけれども、まあ、こういうあのミリタリーライクなもので全然いいんです。まあ、軍の本当に卸物を古着で買うでもいいんですけれども、まあ、カーゴパンツでもいいですし、こうサファリジャケットとかでもいいですし、まあ、M65 とか、まあ、モッズコートとかでも全然いいんですけど、ミリタリーアイテムはですね、これから結構復活してくるはずです。なんで復活してくるかっていうと、まあ一つ説明の仕方とすると、今までの着こなしって結構地味だったんですよ。まあノームコアっていうトレンドがすごく長くてですね、歴史を振り返ると僕は2000年代初頭からノームコアの兆しがあったと思ってるんですけれども、まああの普通にファッションの服飾史的な説明の仕方をすると、2010年代ぐらいにノームコアっていう着こなしが流行って、スティーブ・ジョブズの着こなしがかっこいいみたいなのってよく言われたじゃないですか。伊勢三宅のさ、ハイネックのトップス着て、ニューバランス履いて、リバイスのデニム履いて、リバイスだっけあれ、デニム履いてみたいな、まああの本当にシンプルな無地デニムスニーカーみたいな、ああいうシンプルな着こなしこそが実はオシャレなんじゃないのみたいなのってムーブメントとしてあったじゃないですか。あれがまたユニクロの売り上げの後押しになったと思うんですけれども、シンプルな着こなしって実はかっこいいんじゃないっていう、ノームコアっていう、まあ皆さんファッション好きな人だったらノームコアって言葉なんか聞いたことあると思います。シンプルな着こなしこそがかっこいい、 T シャツとデニムでいいんじゃないっていう着こなしでしたね。まあそういうシンプルなものがすごくいいよねいいよねってすごく広がったんですよ。で広がりすぎちゃったんですよね、2010年代に。シンプルなものがいいって広がりすぎたから価値をちょっと失いつつあるわけですね今。シンプルでもいいんだけど、ちょっと地味だよねってなっちゃってるんですよ。さっきも言った通りだけど、トレンドっていうのはある程度広がると価値を失っていくんですね。まあ、イノベーター理論みたいな話なんですけれども、まあ、アーリースターター、一部の早い、感度の早い人がです、感度の高くて早い人がですね、新しいトレンドに飛びついて、これすげえかっこいいって、一番初めは少人数の人がトレンドを作っていって、それがだんだんマス層に広がってくるわけじゃないですか。レイトマジョリティに広がってくるわけですね。例えばショップスタッフさんとか、スタイリストさんとか、メンズだったら藤原博さんとか、木村拓哉さんとか誰でもいいんだけど、須田将暉さんとか誰でもいいんだけど、そういう一部の本当にトレンドセッターみたいな人たちが新しいトレンドのものを着て、初めはなんかこうなんだこの着こなしとかって思われるんだけど、だんだんなんかあれちょっとかっこいいかもみたいな。昔のクラッチバッグとかってそうじゃないですか。2000年代初頭に流行ったクラッチバッグもそうじゃないですか。クラッチバッグ初め持ってた人って、こんなんセカンドバッグじゃん、親父臭いじゃんみたいなこと言われてたけど、それがだんだん浸透していって、普通にクラッチバッグ持つようになったし、誰も抵抗を持たなくなったじゃないですか。まあ未だに抵抗持ってる人ももちろんいると思うけど、まあそんな感じでトレンドっていうのは早いところから始まって、だんだん多くの人に広がっていって、で広がりすぎると今度価値失っていくわけですよ。みんなが持ってたりとか、みんながやってたりすると、それって別におしゃれでも何でもなくて普通のことになっちゃうから、特にかっこいいとも思わなくなっちゃうんですね。だからクラッチバックとか別に今見てもかっこいいとは特に思わないし、普通だなと思うんですけれども、昔はね、ちょっと前は持ってるだけでちょっとこなれた感じがあっておしゃれだったけど、まあイノベーター理論と同じですけど、もう広がって価値を失うっていうのがある曲線があるんですけれども、まあその考え方からするとですね、ノームコアっていうのはこうバーッと広がったわけだから、もう価値がだんだん失いつつある。その次に出てくる新しいトレンドって何かっていうと、シンプルで無地なトレンドが強かったわけだから、次は装飾的なちょっとこうデザインの入ったものが好まれるってわけですね。でも無地ばっかり流行ってたから、次デザインものだっつって適当にデザインガ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 ン詰め込んで洋服が売れるほどファッションってのは簡単じゃないんですよ。T
適当にデザイン詰め込んだらかっこよくなりましただったら、こんなになんかデザイナーさんとか修行したりだとか、一生懸命こう僕とかみたいにね、一生懸命考えたりだとかやったりしないわけじゃないですか。で、洋服っていうのは基本的にもうローマの時代からね、シャツがあったのと同じぐらいに古代ローマの時代からシャツってあったんですけれども、もう本当に何千年っていう歴史の中で衣服の歴史っていうのはすごい長いわけですよ。で、その中でこう、その歴史の中で全くなかったデザインとかっていうのを入れ込んじゃうと、ちょっと嘘くさくなったりするわけね。例えばその SF の着こなしとかってかっこいいけど、なんかリアルでいたらちょっと嘘くさかったりするじゃん。で、コスプレの衣装が、まあコスプレはああいう世界観だからいいけど、普通に歩いてたらおかしいじゃん。だから全く何もない状態、その引き出しが何もない状態で、過去に何もなかったものを全く新しいものとしてガン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 適当にデザイン詰め込むと急に安っぽくなるんですね。だからオリジナルデザインっていうものがあって、そこから少しずつ形を変えていくっていうのが今の、服飾デザインの基本だと思うんですけれども、今まで無地が多かったから、じゃあ装飾的なアイテムを着たいって思った時に、じゃあどういうデザインを作っていくかっていうと、一番簡単なの実はミリタリーなんですよ。ミリタリーのポケットだったりとか、ボタンだったりとか、襟だったりとか、ディティールだったりとかっていうのは、実はあれ全部理由があって、ちゃんとオリジナルデザインがあるわけですね。例えばその前立てのこのボタンのところに、なんでカバーの布があって肥沃仕立てになってるかっていうと、ミリタリーっていうのは匍匐前進するときにボタンが引っかかって、それでなんかこう破損してしまうと大変だから、生死に関わるからね。だからボタンが破損しないように、あのミリタリーの前立てっていうのは、まあ全部じゃないんだけど、基本こう前立てにこう布がついてて、まあ、肥沃仕立てって言うんですけど、匍匐前進した時にも引っかからないようになったりだとか、MA1 ってあるでしょ、ああいうジップのさ、シンプルなデザインだけど、 MA1 がなんであんなにシンプルなデザインかっていうと、あれは航空機の中で使うフライトジャケットなわけですよ。航空機の中で使うから、まあ、もちろんね、軍用の航空機ってのはそんなに余裕持って作ってないから、旅客機みたいに余裕持って作ってないから、狭いところだからこそケーキに引っかかったりするのね。ケーキって食べるケーキじゃなくて、あの機械のことね。ケーキに引っかかったりするから、ポケットつけたりとか、なんかいろんなものつけたりすると、こう簡単に引っかかっちゃったりするわけじゃん。だからそうすると事故につながってしまうから、機能性は可能な限りこうシンプルにしてですね、まあ、ここにちょっとポケットがついてるぐらいにしてるわけですね。あと裏地が MA1 って基本的にはオレンジなんだけど、あれはレスキューオレンジって言って、飛行機から落ちちゃったと。で、海上に落ちちゃった時に、さっとこう MA1 脱いでひっくり返すとオレンジになるわけよ。そうするとあのオレンジってのはレスキューオレンジっていう救難信号になるから、空から見た時に、海上を見た時にですね、あのレスキューオレンジがあると SOS 信号だと思って助けに来てくれるわけね。っていう風な、ミリタリーっていうのは全部理由があってちゃんとデザインとかディティール作られてるんですね。そういう理由のあるデザインディティールがあると嘘くさく安っぽくなったりしないわけですよ。なので、今まで無地のトレンドがすごく強かったんです。じゃあ次デザインものが欲しいですねってなった時に、デザインものじゃあどっから引っ張っていきましょうか、でそのデザインのソースはどこにしましょうかって なった時に、まあスポーツだったりとかアウトドアだったりとかいろんなものがあるんだけど、今年はちょっとミリタリー、より嘘くさくなく理由のあるデザインが強い、まあ無地からの脱却にはすごくこう分かりやすい、自然にこうね、意味のあるデザインだから、あんまりこう抵抗感なくつけられるわけですよ。なのでミリタリーが流行るだろうっていう話なんですね。もう一つね、話としてはあって、流行はリバイバルする、流行は繰り返すみたいな説明をさっき僕したと思うんですけれども、実際流行って何度も何度も繰り返してるんですね。で、ノームコアのトレンドっていうのは、実は振り返ってみると同じようなトレンドが昔あったんですね。だから60年代のビートニックですね。60年代のビートニックっていう、まあ、ビートジェネレーション、ビートニックカルチャーだったりといろんな言われ方しますけど、アメリカで発祥された、思想だったりとか文学だったりとかのトレンドなんですけれども、ビートニックのトレンドっていうのはファッションにも影響していて、60年代に、まあ、ビートニックにハマった若者たちっていうのはどういう着こなしをしていたかっていうと、まあ、ビートニックっていうのは、まあ、いろんなこう説明の仕方ができるんだけど、まあ、ちょっと反体制というか、まあ、経済的なその物質の経済的物質の拒否っていうのかな、経済的物質の拒否で、まあそのまあ、製品的な感じ、清く貧しいみたいな、ちょっと語弊があるけど、製品的なその思想があったんですけど、まあ、ビートニックの着こなしっていうのはどういうものだったかっていうと、ノームコアまんまなんですよ。シンプルで装飾性がなくて、ただありのままの姿がかっこいいんじゃないか。まあその経済的物質の拒否っていう思想がビートニックっていうのは根底にあって、まあ、製品主義的なところがあるから、まあ、着こなしもですね、ゴージャスに装飾的にっていうよりは、シンプルな T シャツだったりとか、シンプルなチノパンだったりとか、まあ、そういうのでいいんじゃないのっていうのは60年代に流行ったんですね。これってノームコアと当時のことを考えて、当時の写真とかを見るとですね、結構近しいところにあるんですね。まあこれは僕が勝手に言ってるわけじゃなくて、服飾の研究からだったら結構みんな言ってることなんですけれども、
気づいてる人は何人かいますね。でノームコアとビートニックっていうのは60年代のビートニックカルチャーが、まあ、今ノームコアとして2010年代にリバイバルされてるという説明できるんですけど、じゃあ今度はリバイバルするんだったらビートニックの次に来たものを見ればいいわけですよね。でビートニックのじゃあ次に来たもの何なのかっていうと、反物質的なその反経済物質的なその製品的な主義の次は何が来たかっていうと、60年代の次70年代なんですけど、70年代何があったかっていうと、ベトナム戦争の、反戦運動でジョン・レノンが頑張ってた時ですよね。70年代ってつまりヒッピーとかの時代ですよね。あの時代ジョン・レノンは一体何を着ていたか、ベトナム戦争の反戦運動でジョン・レノンは一体何を着ていたかっていうと、お分かりの通りですね、ミリタリーシャツとかを着てたわけですね。反体制じゃないや、反体制というか反戦か、反戦運動の中で例えばミリタリージャケットにこう花柄をつけたりとかして、いやもう平和にいようよみたいなミリタリーをあえてきて、そこにちょっと装飾を加えてミリタリーをもっとこう華やかにみたいな、こう花ミリタリーを華やかにっていうか、ミリタリーをやめて、まあ、平和な世界観でいようよみたいなのがジョン・レノンの主張だったわけだけども、まさにそれが今来てるわけですね。ビートニックの次にヒッピーが来て、ヒッピーカルチャーっていうのはミリタリーとかあの派手な装飾とかがあったでしょ。皆さんジョン・レノンの着こなしって言われたら多分想像できると思うんだけど、じゃあ今何かっていうと、ノームコアが終わりつつあって、じゃあ次装飾が来て、じゃあ何が装飾アイテムとして人気があるかっていうと、もちろんいろんな要素があるんだけれども、まあ、全く同じことを繰り返すわけじゃないからね、いろんな要素があるんだけれども、一つはミリタリー、まあ、それはあの考えてみると実は60年代から70年代の進化の過程と全く一緒でですね、あの60年代から70年代ビートニックからヒッピーに行った流れと全く一緒で、ノームコアからまた装飾的なミリタリーが少しずつ流行ってくるっていうのがこの2021年の動きなので、まあ、ミリタリー系のアイテムっていうのはそんな意味でですね、今後間違いなく広がっていくと思いますので、まあ例えばなんだろうな、カーゴパンツとかじゃなくてサファリシャツとかでもいいですし、ワッフルのあの軍隊が着てるようなカットソーとかでもいいですし、ちょっとミリタリーライクなものを入れ込んでですね、シンプルな今までのノームコアなスタイルから少しだけ脱却するっていうのはありだと思います。はい、2021年春夏何が流行るか、3つ目、リラックスウェアですね。リラックスウェア、例えばオープンカラーシャツだったりとか、ノーカラーシャツだったりとか、まあそういうのでも全然いいんですけど、先日発売されたユニクロ U でも、ユニクロ U はあのトレンドを強く意識しているので、ユニクロの中ではトレンドライクなアイテムいっぱい出てくるんですけど、例えばワイドフィットスタンドカラーストライプシャツ、これもノーカラーでゆったりとしたシルエット、ルーズフィットな、まあ、リラックスウェアですね、とかオープンカラーシャツ。このオープンカラーシャツもあの今までのユニクロ U が出してたオープンカラーシャツって結構こうつるっとした素材感が強かったんですけど、今回はリラックスウェア的なリネンっぽい風合いでですね、柔らかくパジャマみたいな雰囲気になっているので、まあ、この辺もリラックスウェアのトレンドとしてすごく強いところだと思います。僕自身もですね、結構こういうリラックスウェアのスタイルっていうのは、まあ、割ともう去年の暮れぐらいから結構あの注目はして、まあ、次の春夏少しずつ広がっていくだろうなっていうところで注目はしているんですけれども、この間 MV チャンネルで紹介したこのニコアンドのシャツとかも、まあ、リラックスウェアのスタイルですよね。ノーカラーでシャツの襟がなくてちょっとリラックスした印象を出してあげたりだとか、あと柔らかい素材ね、シャツ地って本当は硬くてあのツヤのあるものですけど、柔らかくてパジャマみたいな風合いになっていたりだとか、あとは色味もそうですよね。本当にこういう柔らかい色、ペールトーンって言うんですけど、こういうなんだろうな、青でもあのベージュでもない、青でも白でもないみたいな、ちょうど中間色的なペールトーンみたいなのがトレンドとしては面白いと思います。まあ、もちろんさっき言ってたトレンドカラー、ネオンカラー、モノトーンにネオンカラーっていうのも一つトレンドとしてあるんですけど、もう一つリラックスウェアっていうトレンドの中ではこういうペールトーンみたいなのがそこそこあったりしますね。トレンドカラーっていうほどではないんですけれども、リラックスウェアっていうトレンドの中でこういう中間色を使うことは大いにあると思います。ではなぜリラックスウェアが流行ってるかっていうと、非常に話は簡単で、これは MV チャンネルで前も説明したと思うんですけれど、まあ、コロナの影響ですね。コロナウイルスの影響で皆さん外に出なくて外出しないで、中にこもって仕事をしたりとか、中で過ごす、家の中で過ごすっていうことがすごく多くなってきたと思います。で、日本はまだそこまで深刻な事態では ないと思いますけれども、まあ、もちろんね、緊急事態宣言とか出てますけど、ヨーロッパ各国とかと比べると全然その度合いっていうのはまだまだ低いですよね。皆さんご存知の通り、あの緊急事態宣言って言われても、なんだかんだで昼間は飲食店も全然やってますし、普通に百貨店とかも営業してますし、街出てもある程度人が、まあ、少なくなったとはいえある程度人は出てるわけですね。まあそれがいいか悪いかの話じゃなくて、現実事実としてそうなってるわけなんですけれども、でヨーロッパの方はどうかっていうと、ヨーロッパの方はもう何回もロックダウンを繰り返して、我々よりもかなり深刻な事態になっていてですね、本当に外に出ると逮捕されちゃうぐらいの勢いで、みんな外に出ないで中にこもってっていうことを何度も何度もこの1年繰り返してるわけです。そうするとヨーロッパの人たちってのはどうなるかっていうと、当然家の中でできるおしゃれだったりとか、家からちょっと出るときにおしゃれしたいっていうワンマイルウェアのトレンドがすごく強くなってきてる
わけですね。で外でカチッとした本当にドレスなジャケット着てスラックス着てっていうのもいいんだけど、家の中で着るためのリラックスウェア、ちょっとゆったりとかちょっと着心地がいいとかシワになりにくいとか、そういうものがどん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 求められてるんですね。で日本はまだまだそこまでじゃないじゃないか、だから日本ではそのトレンドなんて関係ないよって思うかもしれないけど、考えてみるとですね、トレンドを作ってるのってヨーロッパなんですよ。パリとかミラノのコレクションで発表されて日本にだんだんそのトレンドが降りてくるっていうのが、まあね、ずっと長い服飾史の中では大きい流れなんですけれども、で考えるといかに日本がそこまで深刻な事態じゃないとは、そこまでというかヨーロッパ各国と比べるとそこまででもないとはいえ、ヨーロッパ各国がそういうノリになってるとトレンドとしていずれこっちに流れ込んでくる、まあ、その社会情勢とは全く別でファッショントレンドとして流れ込んでるんで、始まりはヨーロッパの始まり、ヨーロッパのこのトレンドの始まりはコロナウイルスっていう社会情勢から来たトレンドなんだけど、日本に輸入されるのはそのファッショントレンドとしてだけ切り出されて輸入されるので、リラックスウェアのトレンドっていうのは今後どん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 強くなってくると思います。このコロナウイルスっていうものが収束しない限りはこのリラックスウェアのトレンドっていうのはずっと続くと思うので、でファッショントレンドってそんなに急拡大で変わったりしないから、仮にコロナウイルスが明けてです終わってですね、収束してやワクチンがね行き渡って終わりましたみたいな感じになったとしてもですね、なったとしてもそんなに急拡大に、じゃあ今度はパリッとしたバキバキに細いスーツ着て外歩きましょうみたいなのにならないんですよ。ファッショントレンドってそんなに簡単に急拡大では変わらない、ゆっくり時間をかけて変わるので、なのでリラックスウェアのトレンドが今後まだまだコロナウイルスで伸び始めてる時に、コロナが収束したとしても急激に変わったりすることはないので、しばらくはリラックスウェアっていうところを意識してもいいと思います。さあ2021年春夏トレンド、これを買えばいいみたいな話なんですけれども、何個言ったっけ。続いては、オーバーサイズコートですね。オーバーサイズコートはまあでもこの辺はさらっとでいいでしょう。オーバーサイズのコートはトレンドとしてまだまだ継続します。リラックスウェアのトレンドで、まあ今説明した通りなんですけれども、シルエットはまだまだゆったりしたものが強いです。それはまあコロナウイルスの影響で、まあリモートワークが多くて家にいることが多くてちょっとリラックスしたシルエットのものが好きっていうのもそうなんだけど、同時にですね、外に出かけられないんでみんな通販で買い物するじゃないですか。で通販で買い物するときにジャストサイズってすごく難しいじゃないですか。自分の体のサイズに合うか合わないかっていうのは通販の採寸で判別できる人ってそうそういないし、いやそうそうっていうかほとんどいないんだけど、いないんですよ。ってなるとビッグサイズのトレンドってすごい便利なんですね。だってビッグサイズだったら多少サイズ間違っても別に気にならないじゃん。大きければさ別に大したことないでしょ。そんなに変わんないじゃないですか、 M でも L でも。って考えるとオーバーサイズのトレンドってのはこのご時世になってまだまだ加速していくはずなんですよ。それはファッショントレンドっていうよりもその社会的な需要だよね。その実際にお店に行って自分の体を見て試着して店員さんの意見を聞いて、あ S にしようか M にしようかって考えるっていうフローが事実上できないわけじゃん。って考えると通販でポチらなきゃいけないってことは、通販でポチった時って必ずサイズ絶対間違えるのね。採寸で分かる、採寸で分かるって嘘吹く人いるけど、採寸だけでサイズ感が分かるなんてないんですよ。素材感の厚みだったりとか風合いだったりとか伸長率だったりとかで全然印象って変わってくるので、同じ採寸でもなんか違う、なんか例えばブランドでさ同じサイズ同じパターンの素材違いのパンツとかあるじゃないですか。でそれこのパンツ良かったから今度素材違いのこれも買ってみようと思ったけど、なんかサイズ感違うんだよなとか言ってワンサイズ落としたりとか上げたりとかすることあるじゃん。あれってだから採寸の実寸値だけで自分のサイズって測れないんですよ。素材感だったりとか色だったりとかで全然印象変わってくるので、サイズ感の実寸値でですね完全に理想のサイズが手に入るってことは、いや読めるか読めないかっていうのはプロでも読めないです。正直実寸だけで自分のサイズ感にぴったりっていうのは分からないんですよ。それは嘘です、それ言ってる人がいたら。なんでまあなので、通販でジャストサイズを買うってかなり難しいことなんですね。で通販でジャストサイズを買うのは難しい、じゃあどうなるかっていうと、でも通販から脱却できないわけじゃん、店行けないわけだから。そうするとオーバーサイズっていう選択肢にしかならないんですよ。だからトレンド的にどんなに飽きられようともオーバーサイズっていうのはまだまだこれから続くはずです。なのでコート系、特にコート系はですね、中に着込むっていうことから、まあ、オーバーサイズのものがどん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 年々増えていってますね。例えば春用のコートとか秋用のコートとか薄手のものを買っても中にインナーダウン入れられる余裕があれば冬も使えちゃうじゃん。だから節約して1枚のアイテムを長く使いたいっていうのは消費者共通の、みんな共通の思いだから、オーバーサイズのコートを買って中にニッ
ニットだったりとか、インナーダウンだったりとかを着てですね、冬も使えるようにって考える人が多くなっているので、オーバーサイズっていうのはいろんな理由からですねまだまだ消えないので、チェックしておくといいと思います。ユニクロ U でもステンカラーだったりとかトレンチコートだったりとか結構いくつかのオーバーサイズのコートが出ているのでチェックしてみるといいと思います。はい、そんな感じですね。だいぶ長くなっちゃいました。2021年春夏のトレンド、これを買っとけばいいよっていうのをちょっとユニクロだったりとかを引用しながら、ご説明差し上げました。ぜひチェックしてもらえるといいと思います。なおですね、私のメルマガ、日曜日に配信しておりますけれども、メルマガではですね限定動画として YouTube では言えないような内容をバン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 出しております。で、登録するとね、今まで出した限定動画すべて一気に見ることができるので、まあ初月無料なんで、メルマガ初月無料なんで、もう一回登録してですねそれバーッと見て、よしもう全部見たから解約しようみたいなことやればタダで見れるので、まあ私そういう、まあ、あんまり推奨したくないけど、まあよければまあ登録してみてください。はい、まあそれ以外にももちろんテキスト配信、毎週5万文字のテキスト配信してるので、テキストも動画も楽しめます。ぜひ楽しみにして、楽しみに読んでいただけるとすごく嬉しいです。はい、MB チャンネル、普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などと行っておりますが、美容の話やビジネスの話などの男性を総合的にサポートするチャンネルとなってます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。お楽しみに。ああ、噛んじゃった。